え、最初、はい、イベントお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃまずあの今日感想などをお願いします。みんな終始いつも通りに接してくれてすごい楽しかったです。はい、引退されて、うん、あの普通の女の子に戻ったら真っ先に何がしたいですか？一番先にですか？何しようかな。あ、しばらくデビューして髪を切ってないのでバッサリ切りたいです。あなたにとってのこの5年間というのはどんな日々でしたでしょうか？やっぱり、みんながいてくれたからたくさん頑張れたこともあったし、そうですね、本当に感謝でいっぱいの5年間です。そうですね、僕たちに、まあ、その輝きが届かなくなってもですね、ずっと輝いててほしいと思うんですけど、あのファンの皆さんにメッセージをお願いします。デビューから5年経ちましたが、本当に近くで応援してくださって、励みになったこともたくさんあるんですけど、私もみんなにそういう存在になれたのかな、慣れてたらいいなと思います。会えなくなっちゃいますけど、笑ってハッピーに笑顔の毎日がみんな過ごせるように、なるといいなと思います。最後にじゃあなんか、ね、自分で伝えておきたいことを喋ってください。伝えておきたいこと、ありがとうと大好きとちょっとちょです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。